東地流駅は愛知県壁海軍地流町にあった名古屋鉄道名古屋本線の駅。現在の地流駅が開業するまでは、東駅と三河地流駅を統合した地流駅が地流町の中心駅で三河線との連絡を担っていたが、地流駅完成後は利用客が低迷し、本線側の東地流駅は1968年1月7日に廃止された。 新地流駅地流町内には1915年に三河鉄道が進出し、町内を南北に縦断する路線を形成していた。一方、愛知電気鉄道も岡崎延伸にあたって東海道電気鉄道を合併し、東海道電気鉄道の免許線を一部変更して、有松地流岡崎という町内を東西に横断する路線を計画していた。 三河鉄道との交差についてははじめ治流駅へ、アイデンが乗り入れる予定であったが、三河鉄道との協議がまとまらず、破断となり、アイデンは予定ルートを少し迂回して、三河鉄道を立体交差し、交点付近に新治流駅を設けて、連絡を図ることになった。なお、この協議で工事が遅延し、新治流駅正式開業に先立ち現在の治流駅付近に仮の新治流駅を 先行開業させている。その後、1935年に、愛電は、名機鉄道と合併して、名古屋鉄道が成立し、1941年に、三河鉄道が、名鉄に合併される。知流、シムシル率の領域は、同会社になったことで連絡橋が設けられて、校内連絡が可能になり、知流駅として一つの駅に統合された。ただし、 別々の駅だったものを統合したために、両線のホームは離れており、車内では本線側を A 地流、三河線側を B 地流と区別することもあった。しばらくはこの状態が続いたが、地流駅の構造は、両線の理解が不便なこと、増発により地流連絡線を介した三河線、直通運用に限界が生じたこと、島式ホームであるために乗降客の増加に即した、 ホーム拡張などができないといった問題があったため、治流駅の移転が名鉄と自治体によって計画され、1959年に現在の治流駅が開業した。旧駅付近の商店街の影響を考慮し、治流駅は移転後も存続となったが、両ホームは分離されて、本線側が東地流駅、三河線側が三河地流駅となり、連絡橋も撤去された。 存続はしたものの特急停車駅の地流駅からわずか600メートルという近距離にあった東地流駅の乗降客は次第に減少し1968年1月7日に東地流駅は廃止された。晩年には普通電車も一部通過するようになっていた。地流駅の変遷1日平均乗降客数の変遷は以下の通りである。 地流駅時代東地流駅時代新地流駅に関するカテゴリーありがとうございます。